真面目にやれって言われたって。皆様いつもありがとうございます。日いずる国 TV のお時間です。今回の題は、二階さんなぜ言うこと聞かないか分かってます？についてです。北による SLBM 発射から日本国内でも、そりゃそうだろうと思わずつぶやく出来事が発生しました。気になる内容を産経新聞の記事からご覧くださいませ。では聞いてくださいね。重要な会議なんだから真面目にやってもらわないと困る。自民党が2日に開いた北朝鮮核実験ミサイル問題対策本部の会合で、本部長を務める二階俊博幹事長が怒りをあらわにした。北によるミサイル発射という日本の安全保障に直結する問題を協議する会合にもかかわらず、出席議員が少なかったためだ。会合は党本部で午後4時半に始まったが、幹部以外の出席議員は10人程度で、空席が目立った。二階氏は会合冒頭、議員に連絡はちゃんとできているのか、もっと真剣味を帯びてやらないとダメだと不快感を示した。その上で出席者や発言内容をまとめた報告書を作成するよう指示した。会合はミサイルの脅威に対する自民党の姿勢を国民に示し、政府に的確な対応を求める目的で二階氏が主催しているが、出席議員が少なければ説得力は乏しいとの内容です。お前言う。この記事に対するコメントで一番評価を集めていたのを紹介しますと、あなたはどうなの？真面目に日本の将来を考えているのか？だったら韓国に手を差し伸べるようなことは言うはずないが。ごもっとも。本当その通りですよね。だからこそ出席者も少なかったんじゃないでしょうか。それにしても SLBM となると、日本はなおさら真剣に対処していかないといけませんね。お隣ではこの SLBM 発射に対して、去年の南北軍事合意の内容には背くが違反ではないといつものように北寄りの発言ですが、果たしてトランプさんは今回も問題ないと黙ってるんでしょうかね。おそらくそうなるような気がしますので、日本も米国を当てにせず、本当の意味で一国家としての防衛体制を示さないといけませんね。以上、二階さん愚痴ったって身から出たサビですよ。